手で俳優のチャン・グンソクが自身がかかった双極性障害と軍の代替服務に関して率直な考えを打ち明けました。チャン・グンソクは6月5日に公開されたヤフージャパンニュースとのインタビューで、中学生の頃からの夢だったという2011年の東京ドームの単独公演に成功した直後、何か寂しい気持ちになったと双極性障害を発症したきっかけを告白しました。その後チャン・グンソクは兵務庁の身体検査で4級判定を受け、所属事務所が2018年7月双極性障害により社会服務要員として2年間代替服務すると発表しました。チャン・グンソクは嘘じゃないから仕方ないとした上で、誰かから質問されても全然大丈夫だし正直に言うという感じだったが、舞台の上やカメラの前ではパフォーマンスに集中しなければならないし辛いというとみんなが心配してしまうので、20代の時は公の場では一度も話したことがなかったと話しています。ソウル消防災難本部で代替服務をした時の話もしました。彼はエクセルで数字を入力したり掃除をしたり扇風機50台を運んだりもしたとした上で、もともと僕が世界の主人公で最高だという気持ちがあったが、兵役で気づいたのは誰もが自分の世界の主人公だということだと話しました。そして世の中にはいろんな人がいると知った、気持ちに余裕ができポジティブになったと語りました。チャン・グンソクは5月26日日本語曲エモーションをリリースし、日本での活動を再開しました。